ジェームナということはすごくあの嬉しいことで、はい、でもさ、初じゃない、うん、ジェムでは。そうだね、ジェム、うん、ジェムも初めてだね。だから1年目でこうしてあんなね、メインのステージ立たせていただくということは、やっぱそれ以上に、会場を温めていかないといけないので、一生懸命頑張ります。はい、頑張ります。頑張ります。以上、We are GEM ジェムでした。なるぐらい眩しいわい。どうしよう、暑いの嫌いだよ。目が開かないですけど、どうしたらいいですか。こんな顔になっちゃうんですけど。いいからトリックしてやめて、あっから進んでいきます。そして4時25分からホットステージで開催をしていただきます。皆さん、ぜひ来てくださいね。精一杯頑張っていきます。楽しみ。
ジェットだね。ジェットやね。ジェット。ジェット。今から握手会です。違うぜ。違うでしょ。キーパーさんのライブ見に行ってきます。そうそうそう。きっとライブ見に行ってきます。お勉強に。すごいので。はい。今からチキパさんのライブ勉強しに行ってきます。行ってきます。刺激を受けに行きたいと思います。勇気にです。昇格したね。降格下げ。値段下げ。値段は下がってないわ。どういう意味？え？サイド、あ、今サイドポニーリストやってんの？リストだったの？そう。うん、ポニーリスト。リスターが一番。そう、サイドポニーリスト。パイナップル？そう、パイナップルリスト。何言ってんの？そう。でな、サイドポニーラーに戻っちゃった。40分もかかってしまって。これがマイジェムノートです。ちょっと見ますか。ちょっとこれ停止したら見えちゃうから、ここ結構タラララララだって。まだでもごめん、ありがとう。ドイトドイト、武道館後からナッチ押しの人はこの通りに動いてください。わかりましたか。最初は1にいます。1ということは真ん中よりちょっと横ぐらいですね。それからさらにちょっと横行って恥ずかしいからやめてくださいよ。でこんな感じでアイドルライブ、アイ、これ何やったっけな、いつからやろ。武道館後のステージから始まってますね、これは。これは
デビューまでに使い果たしたいですね。デビューしたら違うノートに変えたいですね。ってことは？ってことは結構まだまだいっぱいライブを積まなきゃいけない。ってことはメジャーデビューしちゃうってことですか？したい、したいですね。これやりやすい。スタートマイヤのファンの方が待ってるよ。本当だよ。めっちゃかわいい。見て。かわいすぎて周りなんも見えなかった。やだやだ。なんか言ってほしいな。そうだよ。マイヤのファンの方が待ってるぞ。どっちがいいかな。いつもマイヤいないって。ドアップがいいかな。引きがいいかな。あ、いい感じ。かわいい。なんかかわいい言葉をお願いします。おにぎり食べたい。君と会えてほしい。
コード、前髪バーコードなんですけど、すごい楽しかったです。チーフサイズだったんですけど、みんなで楽しめました。ありがとうございました。すごい今日楽しくて盛り上がって気合入ってよかったと思います。この調子で明日も頑張ります。めっちゃ楽しかったです。はい、楽しかったです。ちょっとめっちゃ恥ずかしかったね。TIF2 日目のメインステージに立たせていただいて、テレビそしてテレビそれでなんかお客さんと一緒に盛り上がれて、でたくさんのちょっとの方でもジェムを知ってもらえたらいいなって思いました。ありがとうございました。イエーイ。そうだね、なんか1年目でやっぱりホットステージだったり、この4箇所に、回らせていただいたっていうのとか、2日間とも出れたとか、いろいろなんか感謝する気持ちでいっぱいだと思うんだけど、はい、やっぱりね、来年ももしあるならば、そうですね、ぜひ出たいと思うよね。はい、来年もっと良くなるように成長して早く来ます。はい、なので皆さんぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。ジェムナジェムワズ、バイバーイ。すごいです。キモさん。